高いところや広い場所の水やり、除草作業は大変ですよね。そんな時は噴霧器があると便利です。今回のハウトゥーナビは噴霧器の使い方をご紹介します。はじめに噴霧器を組み立てます。ノズル、ノズルパイプ、先コック、噴霧ホースの順で接続し、反対側は噴霧器の突出口に接続します。始動前には点検をしっかりと行いましょう。給油は必ず混合燃料を使用します。使用する薬剤の説明をよく読み、使用上の注意に従って調合します。薬剤をタンクに注ぎ入れたら、蓋を確実に密閉します。この時空気口が詰まっていないかも点検しておきます。ノズルの先コックが閉じているか確認します。プライマポンプをゆっくり数回回して、ポンプ内に混合燃料を充填させます。チョークが完全に閉じているか確認します。スロットルレバーを少し開きます。始動ロープを勢いよく引き、エンジンが始動したらチョークを開きます。噴霧器を背負い、スロットルレバーを高速位置に回します。先コックを開くと、薬液がノズルより霧状に噴霧されます。霧の状態を調整するには、低速側へレバーを回します。噴霧器を停止する場合は、先コックを閉じてスロットルレバーを低速に戻したら、ストップスイッチを押してエンジンを止めます。いかがでしたか？噴霧器を使った後は必ず水で洗浄し、水抜きをしておくと、残った薬剤でのトラブルや故障を防ぐことができます。使用後は必ず洗浄を行いましょう。